物理学って非常にですね、適用範囲が広いんですよ。皆さんがどんなふうにこう考えているかちょっと分かりませんけれども、例えば普通の教科書に載っているような、運動方程式であるとか電磁気学、量子力学、それはもちろんなんですけども、そういうことを使ってどんなことを研究できますかというふうに問いかけたならば、私なんかはほとんど全部ですと、そんなふうに答えたいと思っています。直接物理が適用しにくい研究というのはもちろんたくさんあって、だからそこそいろんな学問分野にこう分かれているわけなんですが、物理的なものの見方っていうんですかね、そういうことをですね、皆さんこれから4年間かけて学び取ってですね、習得してほしいと思ってます。で、私のやってる研究に少しずつこう入っていきたいんですけれども、もともとですね、私学生時代はですね、レーザー光線を使った研究をしてみました。レーザー光線をですね、結晶という透明な物質にこう当ててですね、そこから散乱されてくるような光を観察する。で、そのことによってですね、物質の中で何が起きているのか、で、そういうことを調べる研究をしていました。これ蝶々のですね、鱗粉をこう背景を暗くして撮影した写真です。蝶々の鱗粉って蝶々を捕まえたことがあるとですね、手に粉がいっぱいつきますよね。あれですね。で、粉の大きさは1枚がだいたい100マイクロメートルぐらい、1ミリの10分の1ぐらいなので、よくよく見ると、あ、粉だなというのはもちろん分かるような大きさをしています。で、これはですね、研究室にあった、10種類にいかないぐらいの蝶々の羽からですね、鱗粉を少し取って、それを顕微鏡で、観察した時の写真です。非常にですね、形と色が鮮やかでバリエーションがあって面白いんですね。で、左上にちょっと大きく書いてるのはモルホチョウといいまして、これは残念ながら日本にはいないんですが、中南米にいる蝶々の青い蝶の鱗粉です。日本でいる蝶々だと、大紫という蝶々ここにいますね。それからこれは多分モンシロチョウだったと思います。それから右下はちょっとステンドグラスように非常になんか鮮やかな模様をしている、これマエモンジャコアゲハという、これはメキシコのあたりにいる蝶々です。で、こんな風にして非常にこうバリエーションがあって、形もこう面白いと。で、私もともとレーザーを使って研究をしていたということでしたので、なんでこんな風にこう光るんだろうか、どういう仕組みがあるんだろうか、で、そういうことに興味を持って研究を開始しました。で、今日の演題は、生物の持つ微細構造と光学現象というタイトルをつけています。この非常に鮮やかな色っていうのが、実は通常の色素による色ではなくて、小さな構造がこうあってこう色がついている。で、そういう構造色と呼ぶんですが、そんなことの例をですね、いくつかこう話しながら、どういう経緯でこういう研究をしてきたかという歴史みたいな話を少ししようと思っています。ちょっと早速ですね、微細構造といったどんな構造があるのかちょっと見ていきましょう。これはレテノールモルフォという蝶の写真です。見ての通り非常に鮮やかなこう青色をしています。で、この羽をですね、顕微鏡でこう拡大していくと、こんなふうにびっちりとですね、屋根瓦のように鱗粉と呼ばれているものが並んでいます。で、1枚の鱗粉をさらに拡大をしたのがこの右上のこの写真で、ここの大きさがですね、50マイクロメートル。先ほど私1ミリの10分の1ぐらいですよと言いましたが、100マイクロメートルが1ミリの10分の1ですので、大体確かにそのぐらいのサイズになっていることがわかると思います。で、さらに拡大したのがですね、この白線の中を拡大すると、こういう筋状の構造がこう見えます。なので筋状に何か青い光を反射するような、そういう仕組みがあるんだなと。そんなふうにこの顕微鏡写真からは理解することができます。で、光学顕微鏡、光で見る顕微鏡というのは実は非常に小さいところまで見ることができません。だいたい光の波長程度のところしか見えない。これは光が波であるという性質にこう関係してきて、おそらく2年生になってからですね、習うことになると思うんですが、結局小さい構造を見るためには光の顕微鏡じゃなくて電子顕微鏡という顕微鏡を使います。それを使って写しているのがここの写真です。左上はですね、鱗粉が並んでいる配列で同じです。で、さらにこう拡大すると、確かに筋状の構造がこう細かいですがこうあります。で、上から見ているとちょっと構造が分かりにくいので、断面をこう出しましょうと。
これハサミでジョキッとこう切ってですね、断面を眺めたのがこの図です。非常に複雑な構造が見えてるんですけども、ここの筋が1本がですね、こちらの右上であったこの筋ですね。でその1本の筋の断面に非常にこう複雑な、左右にこうひだひだが飛び出たようなこんな構造を持っています。でちょっと種類の違う電子顕微鏡があってですね、透過型の電子顕微鏡っていうのを使ってみると、それはですね、非常に薄い切片をこう出してから電子が透過するかしないかというのを利用してコントラストをつけます。そういうふうにしてこう観察をするとですね、ひだひだのあるような構造がこんなふうにこう見えます。でこれが1本がですね、まあ、繰り返しますけども、1本の筋の断面にこう見えている構造です。この構造があるとなぜ青が反射されるのかということが、まあ、研究をしたい題材なわけです。でちょっとまた別な種類の昆虫の話なんですけども、これはですね、ゾウムシと言われている、甲虫の仲間でして、これが最近まさにやっている研究テーマの一つなんですが、私の研究室の廊下にもこのポスターが掲示をしてありますので、ひょっとすると見たことがある人もいるかもしれません。まあ、ゾウムシ、ちょっと鼻が長い、まあ、実は鼻ではないんですけども、こういう部分があるのでゾウムシと呼ばれていて、ここをですね、体を彩るこういう鱗片と呼ばれているようなものがびっしりとこう並んでいます。でその一枚一枚がこんな鮮やかな色を出していると。でこの鮮やかな色を生み出している鱗片の内部にどんな構造があるんですかということを明らかにするために、鱗片をですね、カミソリを使って断面を出して観察をしたのがここの下の写真です。見ての通り非常に細かい網目構造が何かあるのが分かると思います。で拡大をするとですね、こんな様子がこう見えてきます。まあ、まず一見非常にこう複雑な構造である。で狭い領域で見るとちょっとパターンがこうあるといいますか、繰り返し構造が見えます。でさらに大きく変えるとですね、この辺はちょっと構造が違うし、ここもちょっと模様が違うし、こちらもちょっと違うように見えると。なので全体にわたってどうも一様なわけではない。まあ、そんなことがまっすぐ見て通り分かります。でこういう構造の違いはどんな影響を与えるんだろうか、まあ、そんなことも一つの研究のトピックになっています。さてじゃあちょっとここでですね、話をシフトさせたいんですけれども、いろんな科学者が実際研究してきました。でちょっと3人ちょっと挙げました。これみんなおそらく聞いたことがある物理学者のはずです。ロバート・ボイル、これボイルの法則ですね。これからアイザック・ニュートン、ニュートンの運動方程式を出したニュートン、それからジェームス・マクスウェル、マクスウェルの方程式、おそらく電磁気学ですでに言葉は聞いたことがあるんではないかと思います。で特にですね、こうニュートンについてまずちょっと紹介をしたいんですけれども、ニュートンは力学の法則をこう編み出したのと同じ時にですね、微分法であったり、あるいは光と色の理論というのを同時に同じ年にですね、出しています。アインシュタインが1905年に3つの非常に大きな仕事をした、特殊相対性理論と光電効果とブラウン運動ですか、あれに匹敵するような非常に重要な仕事をしたのがニュートンが23歳の時で、力学のことに関しては皆さん別な授業で当然やっていると思いますので、今日はちょっとこの光と色の理論、こんな話をしたいと思うんですが、ニュートンの前にですね、色っていうものがどういうふうに捉えられてたか、でこれは一気にですね、ギリシャの時代に遡ってしまいます。ギリシャ時代にですね、色の変容説というのがあって、結局白と黒の中間に色がある、そんなふうに解釈されてたんですね。でおそらく皆さんそうではないということはすでに知識としては知ってるはずですし、そんなバカなとは思われるかもしれませんが、実際ギリシャ時代からこの17世紀まで延々とそれが信じられてきた。でそれをですね、ニュートンはいやいやそうじゃないんですよ、白い光線っていうのは実はプリズムを使うと7色にこう分かれるんですよ、だから白と黒の間にいろんな色があるんではなくて、白い色そのものの中にいろんな色の光が含まれていますということを実験を実際したんですね。で光源は多分あの太陽光線だと思うんですが、そこからこう入ってきた光をこうプリズムでこう分ける。でここにスクリーンを置いて写真を写しているのがこの右側の写真ですね。ここに虹色に分かれている様子が見える。ただギリシャ時代から延々と続いてきた説をですね、否定するためにはこの程度のことではダメなんですね。でニュートンっていうのは非常にやっぱり注意深く実験をしている。
で広がったところにもう一回レンズを置いてこうさらにもう一度集めます。でもう一つプリズムを置くと白い光だったものをもう一回白色にこう戻すことができる。でさらにもう一回プリズムを置いて同じように色に分かれることを確認すると、何かこういう操作をやったことでなんか考えもしないような変なことが起きてないですよということを確かめるためにこういうことをやるわけです。でこんなふうにしてニュートンはですね、白い光っていうのはいろんな色の光で構成されているということを提示しました。で次にですね、マクスウェルの方程式のマクスウェルなんですが、彼がその方程式を提示したのが1864年です。でその少し前にですね、色混合の実験という色に関する研究をやってます。でここに出している絵はですね、おそらく皆さんどこかで見たことがあるんではないかと思います。光は電磁波である。で波長が違うことによっていろんな異なる名前がこうついている。例えばすごく波長が長い方ですとラジオの電波の領域がこうあります。それから赤外線があります。それから可視光線があって、最後に紫外線 X 線がこうあると。でその中で可視光として僕らの目に見えるのはほんの狭い領域でして、光の波長に直すと400ナノメートルぐらいからおよそ800ナノメートルぐらいということで、マクスウェルが電磁気学の法則をまとめ上げて、そこから導出された電磁波というものが光の実体であるということが、だいたい19世紀の一番最後のあたりにこう分かってきたと。短い波長の光と長い波長の光では見える色が違いますよということを表示しています。この辺だと紫外線だし、赤い方の外側だと赤外線というのがこうあると。でその中に7色のスペクトルがあるわけです。でかき氷の絵をちょっと示しましたけども、かき氷にこうかけたシロップで、これが何をやってるかというと、この短波長の光を吸収するわけですね。で色素分子の例として、こう食用色素の赤色2号というのをちょっと分子式を書きました。まあ、この分子式を私は伝えたいんではなくて、なんかこういう分子がこうあると、それが特定の波長の光を吸収して色をつける、まあ、その例としてちょっと見せただけです。こう光が入ってくると、これかき氷ですから氷がぐちゃぐちゃになって入ってるわけですね。でそれぞれの海面で産卵を繰り返すわけですが、そういうことをやってるうちに色素が青とか緑とかの波長の光を吸収するので、その結果としてまあ赤色が強く見えると。これが普通の色素による色です。ちょっと大きさのことを書きますと、これ例えば赤色の波長というと、まあ、700メートルが例えばこのぐらいだとすると、先ほど出した赤色2項という分子のこの大きさというのは 0.4 ナノメーターとすると非常に小さい。これ700分の1が1ナノメーターで、さらにその 0.4 倍、まあ、ほとんど点みたいなものになるわけです。で一方、これからお話したい微細構造の色というのは、微細構造とは言っても分子よりはかなりこう大きい、個々の分子の性質っていうのはあんまり関係ないマクロな構造です。ただしマクロとは言っても、僕らの普通の触れるようなミリメートルとかそういう大きさに比べるとはるかに小さい。でその大きさというのが、だいたい光の波長の数分の1ぐらいにこうなってくると色がつくと。でその仕組みをですね、これからいくつかの例で紹介をしたいと思います。まあ、最初に、まあ、どんなタイプがあるかということをちょっとお話ししたいんですけども、まあ、一番簡単なのはですね、このシャボン玉の例ですね。これは薄膜干渉と言われている膜が薄くなることで、その上に当たった光と下に当たった光が干渉することで色をつける。で同じように解説格子の色、それから膜が多層になったことによって生じる色、それからもっとちょっと複雑なんですが、これはオパールという宝石というのは、実はこういう微粒子がですね、ぎっしりと並んで色がついています。でそういう構造のことをですね、現在はフォトニック結晶と呼んでいます。結晶というのは原子あるいは分子が周期的にこう並んだ物質です。でこの場合周期的に並んでいるのは分子ではなくて、もっと大きな例えば球ですね、こういう球が周期的にこう並んでいると。でその周期のサイズが光の波長に比較できるような大きさになっているということで、フォトニック、まあ、光のという形容詞をつけてフォトニック結晶と呼ばれていて、これ結構最近のですね、研究で盛んに研究されている分野です。でこういう微細構造を持った生物っていうのはいろいろいるんですが、ここに
出したあのスライドにある生物というのはみんな私がですね取り組んできて大体は論文になってるんですが、こういうのをちょっと研究してきました。まあクジャク、それからドバット、これはタマムシですか。それからカワセミのこの青い羽のところも構造色です。で、熱帯魚のお店に行くとですね、必ず小さなですねこういう青いストライプを持った魚が売られています。これネオンテトラと言いますが、この青いところが構造色です。で、これはマダガスカルに住んでいるニシキオオツバメガーという、これガーなんですね。世界で一番美しいと言われているようなこうガーです。で、そういう発色の仕組みをこう調べつつですね、仕組みが分かってきたら自分たちで実際に微細構造を作ってですね、色を再現しようじゃないか、そんな研究もちょっと行ってきています。ちょっと飛ばして、最後になりますが、結局構造色研究っていうのは、いくつかの、側面がこうあります。フォトニクス、レイリーが言ったような、あるいは不規則性が絡んだらどうなりますかという光と構造の絡みですね。これから今日は全然お話できませんでしたが、微細構造がどうやって作られてくるのか、これも立派な物理現象なんですね。で、蝶々の羽の場合はさなぎの段階でこうそういうことがこう起きるわけですが、遺伝子が全部を制御しているわけがないんですね。こう遺伝子がやっていることは細胞の中の環境をこう制御するだけで、その環境がうまいこと言っている場合はああいう複雑な形っていうのが自然と出来上がるはずだと。で、そういうことがですね分かれば人工的に材料をいっぱい作れるはずなんですね。というような自己組織化現象としてのこう側面があったり、あるいは最後の方で話したようにバイオミメティクス、輝きを再現して応用しようじゃないか、それからタマムシの方で言いました輝きの意味、生物にとってはどんな意義があるんだろうか、それからですねいろんなやっぱりサイエンスにこう関係があるので、ちょっと教材としてもちょっと有効じゃないかなと、そういうですね私はもちろん物理学科に行って物理の視点から主に研究するんですが、いろんな視点からですねこういう対象を眺めるっていうことは忘れないようにしたいと思っています。皆さんもこれからですねいろんな分野の研究をこの学びつつ、最終的にはですね研究室配属があってどんな研究をするか判断するわけですけども、あんまり決めないでですねいろんな分野に興味を持って過ごしてほしいと思っています。